浪岡城は青森県青森市浪岡にかつて存在した日本の城。1460年代に浪岡北畑岳市によって築城され、1578年に大浦亀信に攻められ落城した。1940年2月10日に青森県内で初めて国の史跡に指定された。現在は跡地の北側を青森県道27号青森浪岡線が通る。 北東へと続く丘陵の南端に位置し、城の南側の急峻な崖下には、波岡川と昌平津川が流れていて、天然の堀と水源を兼ねていた。追記以前は、1373年に平安計を模して、敷地の四隅に、祇園、八幡、鴨、春日の各神社が配置されていた。その後、北畠家の氏族である、波岡北畠氏の居城として、 長六年間、応仁年間、または文明年間のいずれかに、北畑氏四代、北畑昭吉によって建造された。中で、応仁気が有力とされる。1578年並岡北畑氏九代、北畑県村の代に、大浦亀信によって攻められ落城した。現在、跡地には出土した遺物などを展示する、中世の館や土類、堀跡などがある。 2017年4月6日、俗日本100名城に選定された。東西1200メートル、南北600メートルの敷地を持ち、幅10から30メートルの二重堀で分けられた八つの館があった。各館は丘陵を掘り切るように構築され、東から順に新館、東館、猿楽館、北館、内館、西館、県業館などとなっている。 下には、その詳細を示す。犬を連れて散歩が可能。青森市並岡大和並岡あざ岡田43番地。ありがとうございます。